ババーン最近ガチャガチャにハマってるんかななんかね、結構ガチャ回してるんですけど、これ、一回400円するガチャなんですけどね。一回ほんとね、スルーしたんですよ。まあ、あるのは知ってて、結構ね、ツイッターとかでも話題になってたんですよね。で、回そうかな、回そうかなと思ってたんだけど、でもなんか、見て、うん、400円かって言ってやめたんですよ。それが、こちら。バドゥン。 タカラトミアーツから出てるセガスタンプレイステーション VS ウォッチって言って、まあいわゆるね、セガスターンとプレイステーションの古いね、このゲーム機が腕時計になったよってやつなんだけど、400円するけどどうせチャチーやつだろうなと思ったんですよ。おもちゃ、おもちゃみたいな。まあ、いわゆるおもちゃのチャチー時計かなと思って400円高いなと思ったら、ツイッターとかのコメントで、え、それできるですよって回した方がいいですよって言っていただいて、でね、あ、そうなんだと思ってよく調べたら結構できがいいみたいなんですよ。 で、だから買ってみました。ラインナップ、セガサターン。ぶっちゃけこれが一番欲しい。ただもうさっきのに見えちゃったんだよな、中身。次、白セガサターン。まあ、これもいいですよね。で、プレステプレイステーション1。PS1 か。こんなからでやっぱセガサターンがいいかなって感じで、中にもね、こんな感じでね、あ、裏面か、のデザインがこうなんか、ディスクになってるのかな盤面か、盤面のデザインが、ディスクに時計がこうついてるって感じで。みんなのゴルフ、これ外れっぽい。 こっちはね、アークザラッド。桜大戦で、バーチャファイター。おおいいですね、時計。そして今回入れたのは、1回しかやってないんですよ。まあ、プレイステーションか。まあ、悪くはないけど、セガセタンが良かったかな。正直、セガセタンの方がなんか、ちょっとかっこいいんだよな。よいしょ。ちょっと開けますね。よいしょ。ババン、出ました。プレイステーション。 あれこれどうやって取るんだあ、こうやって取るんか。ここにこうバンドがついてて、こう取るのかなあ、ほんとだチャチくないあ、400円まあ400円ぐらいの価値あるな、これは。うん。もちろんガチじゃなくて、普通にグッズとして売ってたらもっとね、素晴らしい値段になると思うんだけど、高くなると思うんだけど、これ400円ではいいな。この、このベルトがチャチいかと思ったけど、そうでもないね。まあ、まあ普通かなって感じはあるな。 あ、400円ならこれ良かったな。もっと回せば良かったかな。まだあるかな。そんなに古いガチャじゃないから、まだあると思うんですよね。これ、あ、ここに絶縁体がついてるのね。でも、取っちゃうとね、もう電池変えらんないのかな。で、オープンを押してみる。あーかっこいいあ、こっちの左の2つのボタンはダミーなんだけど、ここは、おほほほほほほほ。ちゃんとソフトがあって、ここに時計になるんだね。 あ、すごいな、これ、意外と。てか、この開くのがめっちゃかっこいいんだけど。早い開き方が。え、マジでこれ、電池変えられるのかなだったらつけたいけど。えーっと。電、あ、電池は使い切りで交換できませんか。で、右のね、ボタンで、ここでこのボタンでね、あの、セッティングできるよってことですね。はい。 腕に巻いてみると、ちょっと巻いてみるね。今手元でやって,ていいこれせっかく、あでも裏面もちゃんと作られてるね。このリアルなハードオフのジャンクコーナーでよく見る感じ。ちょ腕につけよう。これいいんじゃないあ、普通だって大丈夫かないや、一つ心配なのは、子供向けってことだから、だとしたら、つけられないかと思ったんだけど。あ、大丈夫大丈夫余裕余裕。ちょっと一番緩くしてつけよう。ついた あ、悪くないですね。まあ、普通にしてても、ま、あおかしくはない。おかしいけどおかしくないって感じうん。いいんじゃないここにちゃんとね、こういうプレスのマーク入ってるし。あー、これセガサタン欲しいなー。で、こうやって、何時から、つってみまあ、実用的ではないけどね。いいんじゃないこのね、ロゴもちゃんと見えるかな。ついてて。あ、意外と良かったかもしんない、これ。あ、このガチャ良かった。 これセガサタン出るまで VS ってことはさ、やっぱこの二つが VS ってことだよね。セガサタンとプレステル戦えみたいな。ことかなあー、これ。セガサタン欲しいけど400円で結構高いんだよね。ガチャで言うと。あ、これ悪くないですね。はい。ちょっと皆さんもこれ回してみるのありだと思います。セガサタン出るの祈ってます。はい。ではまた。バイバーイ。